マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。せっかく痩せてもお腹だけぽっこりのままなんて嫌ですよね。そこで今回の動画ではぽっこりお腹がすっきりする痩せるお茶がわかるんです。もしあなたが綺麗に痩せてしかもぽっこりお腹をすっきりさせたいのであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ぽっこりお腹がすっきり痩せるお茶お伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜお腹がすっきりして痩せることができるのでしょうか。その痩せる効果ポイントと2つ目、ぽっこりお腹がすっきりする痩せるお茶、具体的にお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜぽっこりお腹がすっきりして痩せることができるお茶なんでしょうかということで、痩せるポイント4つあります。まず1つ目はですね、腸内環境が整う効果が高いからなんですね。食物繊維がめちゃくちゃ豊富なんです。そのことで便秘解消をデトックス、下腹ぽっこりが解消されますよってことなんです。では2つ目のポイントです。脂肪の蓄積を抑える効果があるんですね。このお茶に含まれるサポニンという成分が脂肪を溜め込むのをこう防いでくれるわけです。結果肥満防止になるという効果が高いお茶になるんです。ポイント3つ目はこちら、むくみ改善効果が高いからなんですね。やはり痩せたとしてもいつまでもお腹がぽっこりタプタプっていうね、これはやはりむくんでる証拠ですね。なのでしっかりとこのお茶が持つカリウムの成分の味方につけていただいて、すっきりとむくみが改善されることで見た目もシューッと細くなっていきます。4つ目のポイントはこちら、安眠効果があるからなんですね。いかがですか、まあ、ご自身であったり周りの方もなかなか寝れないとか、まあ、心配事があったりストレスとかね、年齢とともになかなか寝れないという方いませんか。でそういった方が睡眠導入剤飲んだりとかね、お薬に頼る方って多いと思うんです。もちろんね、寝れないよりもお薬の力を借りて寝た方がいいっていう場合もあるんですけれども、まあ、できればお薬なんか飲みたくないですよね。その時にこのお茶が持つ安眠効果を味方につけていただいて、寝る前にこのお茶をホットで飲んでいただくと安眠、睡眠の質が良くなりますよということで、ぜひ眠りが浅い方、寝つき悪い方にもこのお茶おすすめなんです。なぜかというと、不眠を引き落とす原因の一つはマグネシウム不足ということがあるんですね。ですが実はマグネシウムが不足していただけだったんだっていう方もね、いらっしゃるはずです。なのでそういった方はお薬に頼らなくてもマグネシウムをしっかり補ってあげることで良い質の睡眠取れると思うんですね。しかもこのお茶はもちろんノンカフェインのお茶ですから、いつ飲んでも安心、お子様やご高齢の方だったりしても大丈夫です。ではここから2つ目の項目です。ぽっこりお腹がすっきりする痩せるお茶お話しします。それはこちら、夏目茶になります。私が今回探したのはですね、見つけたのはこちら、見えますか、ここにね、日本語で夏目茶とは書いてあるんですけども、これハングル文字ですね。韓国から輸入されたお茶になります。でどこで見つけたかと言いますと、私が大好きなお店カルディさんで見つけました。もちろんね、カルディでなくても、まあ、ご自身の地元のお店もしくはインターネットでも購入できると思いますし、別に同じものでなくても無添加であれば OK ですから、そこだけ気をつけてくださいね。でこちらはですね、夏目の産地京山産の夏目を 100% 使用した夏目茶です。で原料は乾燥した夏目の果肉と種のみでできている完全無添加のお茶になります。香ばしく夏目の自然な甘さが感じられるマイルドな味わいです。ということで 3g×10袋、 30g 入っているお茶になります。でこちらで、ね、飲み方書いてありますけれど もうまずおすすめはですね、ホットで飲んでいただきたいなと思います。でこちらね、やっぱ夏目茶っていうのは先ほど項目1番でお伝えした痩せるポイント4つもちろん入っているんですけれども、まあ、具体的に言うと、そのカルシウムとか鉄分とかマグネシウムが豊富に含まれているんですよね。要はミネラルがたっぷりなわけです。でこういったものってね、なかなか普通の他の食事では補いにくいということで、しっかりとお茶の力を借りてね、補給するのもいいと思いませんか。そして
あのお味はですね、リンゴのような味で、まあ、甘みがあって酸味があってね、飲みやすいです。うん、あの女子受けだと思いますね。これはすごく、これはね、美味しいお茶になります。そして私はね、この夏目茶本当好きで、まあ、あの本当こうデザート感覚のこう風味なんで好きなんですけども、さらにここに例えばあの生姜をねすって入れたりとか、あとシナモンパウダー入れて、ちょっとまたまたこうホッとなるような状態で飲んで、ポッカポカ温めるっていうね、あのレシピも作ったりもしますが、まあ、基本はこのお茶だけでいいですよ。トッピングは生姜とか、まあ、生姜パウダーとかね、シナモンパウダー入れていただくと、さらにポッカポカしてね、私の一押しおすすめの飲み方になります。でなんといってもノンカフェインだから安心ですね。まあ、そもそも痩せたければカフェイン系はあんまりね飲まない方がいいです。なぜかというと、まあ、緊張しちゃう飲み物ですし、やはり腸の動きも止まってしまいますので、やはりね、あの完全ゼロって難しかったとしても極力飲まない方がいいですね。でその時に夏目茶はノンカフェインだから安心。で飲み方ポイントはもう絶対ホットで、しかも寝る前にコップ一杯ほっこりゆっくり癒されながら飲んでいただいて、ここで安眠効果も得ていただきますと、自律神経のバランスが整ってね、代謝が上がって体もポカポカリラックスできますから、ぜひ寝つきにくい方とかねいらっしゃれば、この夏目茶ダイエット効果も高いですので、ぜひ飲んでみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回はお腹ポッコリということで、解消できる食物繊維たっぷり、栄養たっぷり、安眠効果絶大のこの夏目茶ご紹介しました。もうぜひね、その飲みすぎないでくださいね。たくさん飲めばいいっていうものではありません。ポイントは無添加のものであること、ホットで飲むこと、そしていつ飲んでもよろしいんですけれども、どうせだったら寝る前にほっこりと安眠効果も狙っていただいて、コップ一杯程度をゆっくり飲み干していただく、そしてぐっすり眠る、そういったねご自身のルーティンの一つとして、この夏目茶取り入れていただければと思います。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またねコメントいただけますと、もとっても励みになります。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。